広島市のゴミ処理施設で開かれたフードロスレストラン広島は、廃棄されることが多い食材を使った創作料理を味わうことで、食品ロス問題を身近に感じてもらおうという取り組みです。今回提供された料理は全部で5品で、廃棄されることの多い黒鯛などの魚を使ったお好み焼きや、残った野菜ともち麦を使った本格的なスープなど、見た目にも華やかなものばかりで、訪れた客は趣向を凝らした料理の数々に舌鼓を打ちました。廃棄される予定だった食材がここまで変わるのかなと、びっくりしてます。これがなければこの料理ができないじゃなくて、これがあるならこれにちょっと近づけるかなっていうふうに考えて料理を作っていただけるヒントに今回はなったのではないかなと思います。